階段に潜む一頭の熊。新潟県見附市の県営住宅で午前7時半ごろ、住人から階段に熊がいると警察に通報がありました。警察が確認したところ、熊は体長およそ1メートルで、4階から5階に上がる階段の踊り場にうずくまっていたということです。発見から5時間後、熊は麻酔銃を3発撃たれ運び出されました。まさか本当にいるとは思わなかったんで。熊は捕獲後死んでいるのが確認され、見附市は麻酔が致死量に達してしまったとみられるとしています。